何それ。多数の機械生命体からのエネルギー供給と推測。ネットワーク経由で周りの奴らのエネルギーを吸ってるのか。このままじゃ拉致が開かない。イブにハッキングして停止させてみる。トゥビー援護して。了解。ハッキング中の 9S 本体を防衛する。敵個体が接続されているネットワークは膨大。予測、 9S のハッキング成功確率は低い。推奨、 9S。 うるさい。 9S がやれるって言ったらやれるんだ。
近接戦闘が不可能。FFCS 破損、遠距離攻撃が不可能。じゃこれで全部ナインエス。失敗しちゃった。イブのネットワーク分離時に物理汚染されちゃったみたい。そんな。大丈夫、バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだね、汚染データをバンカーにアップロードするわけにも。行かないかな。あ、イエス。
ているのか。こんな機械。これは通信データ信号が共鳴し合って。生命体側に残していたみたいで、なんか気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻れたという。よかった。機械生命体と私たちアンドロイドを分かつものは何だろうか。意志と感情を持つに至ったロボットたち、彼らが死の間際に振り絞る最後の叫びが今もまだ私の中に残っている。